日曜アクト雨土の別れし始めに上演いたします。ここは南国の島、社という名前の旅館です。あの岬の先端から海へと向かう遊歩道がこの旅館まで続いております。私はこの島の精霊じゃ、つまりスピリットです。人間は大自然の一部であり、宇宙全体が一つの命なのです。それにもかかわらず人類は快楽にふけ、自然を破壊した上に獲物を奪い合い、豊かさを競い合って互いに分かち合うことを知らない、いまだにエネルギー資源を奪い合っておる始末、情けないとは思いませんか。今や気候は変動し、地球が悲鳴を上げているというのに人類は気がつかないのです。どうか皆さん気づいてください。縄文と呼ばれた時代、人々は宇宙と調和して暮らしておりました。みんな宇宙が一つの命であることを知っていたのです。人間だけが地球からかけ離れて個別の存在になるなどということはありえない、不可能なのですぞ人類である皆々様、あなた方に幸運が訪れますように。春美さんの食べるお抹茶のおいしいこと、今朝暗いうちからおかみさんと縄文杉まで参り、湧き水を汲み上げてきたのです。まあ縄文杉まで行かれたの。はい、体の奥まで浸透するクラスターのお水ですだからだ、
まるで悩んでいる自分までが消えてしまう感じなのよ。皆様に喜んでいただいておりますねえ、はるみさん。雨土の別れし始めはみんな一つですから。天地一体か。その通りだわ。しかもこの絶景、海が見渡せて来てよかった。あ、おかえりなさい。やっとたどり着きました。浜辺から岬までがきつかった。でも岬からここまでは穏やかな遊歩道でしたよ。平気なんですか専務は。あなたがだらしないのよ。おかみさん、遊歩道を降りてってよかったわ。岩場に着いたら波しぶき浴びちゃったけど。私も浴びましたよ、ザブーンと。最高ね。今日は風が心地よいですから。とても空気が澄んでいます。向こうの岬まですっきり見渡せますね。そうだ、中澤主任、今度のプロジェクトはあの岬がメインになるんでしたよね。海鳥が鳴いてるあたりです。あの岬に空中回廊のグランドホテルを建設します。グランドホテル。ではそのスタミに来られたのですか。ホテルにはカジノもできます。カジノってお金をかけてする遊びでしょ。はい、ルーレットにラットレース、上半バクチー。バクチー。大丈夫です。ターゲットは富裕層です。昼の間山と海を楽しんでいただき、夜にはたんまりと金を落としていただく。 IR 推進法でようやく国家プロジェクトが動き出しました。ではあの遊歩道はどうなってしまうの。先代からの手作りなのです。あれは手作りだったんですか。博打をする方々を国家が奨励なさるのですか。いいえ、それだけではありません。ここから岩場まで降りていけるエスカレーターを建造します。エスカレーターじゃと。なんじゃ、見えとらんのか。聞こえとらんのか。エスカレーターですって。この岩壁に。はい、エスカレーターです。あの遊歩道は何になってしまうのですか。そうなんです、透明チューブのエスカレーターになります。体の不自由な方でもご利用いただけますよ。岩場には海中回廊を作ります。お客様は海の中を散歩ができるんです。海の中を見上げると波間がキラキラ輝きます。岩場から眺める海に潜っていく方がワクワクします。まあ静か、騙されるんじゃないよ。おかみさんはこの土地は売りませんよ。そうだ、中澤主任、あの岬ドローンタクシーが結ばれるんですよね。そうなんです。グーンと一気に上昇し、景色を一望してグワンと下降したかと思えば、海面すれすれに移行します。ドローンタクシーです。乗ってみたいでしょ。え、国家が推奨する企画ですから必ず成功いたします。おかみさん、ご協力いただけませんか。静か、断るのじゃ。環境のことを心配なさっていらっしゃるんですか。はるみさんのことが心配なのです。おかみさん、大丈夫、働き口はいくらでもできます。ホ
テルのロビーにはインバウンドをおもてなしする茶室もできます。そう、秀吉ゆかりの黄金の茶室です。はるみさんにとってもいいお話です。黄金、贅沢じゃ。私も地元出身です。この離島を何とかしたいのです。おばねでもすでに多くの方が土地の売却に賛同くださっています。おかみさん、ぜひ同意してください。これは売却同意書です。ぜひサインしてください。おかみさん、地域の発展のためにご尽力願えませんか。おかみさん、そんな書類はすっかりしましょう。いいえ、地元のため、国家のためにどうかお願いいたします。静か、これ静か。ああ困ったな。誰か何とか言ってくれ。あのすみません、よいしょ私は地球環境を研究する大原というものですが。まあ気づきませんでした、大原博士。私この前行われました環境セミナーでお会いいたしました。城崎リゾートの専務さんでしたね。ええ、確か城崎玲子さん。覚えててくださったんですか。環境セミナーでは多額のご寄付を。ありがとうございました。専務、じゃあこの方が地球環境研究所の大原博士。はい。ああ、ドクちゃん、この島の開発を担当してらっしゃる。そうなんです。この自然、壊さないでほしいわ。言ってやれ、言ってやれ。博士は北極圏に行かれたんじゃなかったんですか。はい。CO2 温暖化の影響を北極圏が一番受けているのです。今、地球は悲鳴を上げています。地球は悲鳴を。おい、癒やしの宿はここか。いらっしゃいませ、岩渕様でございましょうか。そうだ。林の王様をお連れしましたよ。あら、智子さん、ご案内してくださったの。港で道を聞かれたので、ご一緒に。美女と野獣で。ランデブを楽しんできた。イエーイ。一人旅を邪魔しては失礼でしたかな。ここの常連客ですのでお気遣いなく。では岩渕様、お荷物をお運びいたしましょう。ああすまん、船に乗る前の晩土砂降りの雨にあったんだ。何かないか。すぐにご用意いたします。はるみさん。はい、お預かりいたします。そうか、すまない。ゆうべのゲリラ豪雨でしょ。さすさまじかったかな。近頃は異常気象の連続だな。はい博士、このゲリラ豪雨も CO2 温暖化の影響でしょうか。明らかです。実は地球の生態系が壊れ始めたのです。何？すでに4000種類の生物たちが毎年絶滅しています。毎年4000種類も絶滅しているんですか。博士、温暖化は山火事を引き起こし、温暖化をさらに加速させていますね。こりゃ大変だな。博士ですか。こちら地球環境研究所の大原先生です。あ、そうでしたか。わしは石油会社に勤めておりまして、シベリアパイプラインとサハリンに長いこと携わっておりました。サハリン、我が社でも炭素排出量の少ない液化天然ガスに業務が移行しております。だが化石燃料はまだまだ必要なのです。そうだ、皆さんこれをご覧ください。失礼、植物
抽出した油なんです。この種が燃えてるのか。はい、ジャトロファは燃える植物なんです。ジャトロファ、そうだ、バイオ燃料として注目されてますね。はい、痩せた土地でも十分に育つエタノール原料です。だが栽培したところでまだまだ採算が取れんのだろう。このジャトロファを今はアフリカのモザンビークで品種改良に取り組んでいるところです。アフリカのモザンビークね。品種改良中ですか。まだまだ役には立たんということだな。でも温暖化を止めなくてはますます環境はひどくなります。いや、世間は火力発電を目の敵にするが、エアコンの効いた部屋でカラオケを熱唱できるのも石油や石炭のおかげだ。火力発電のおかげなんだ。その通り、その通り、その通りだ。何やったそうだ。火力発電万歳。答え。なんということでしょう。私は北極圏で永久凍土の研究に携わってきました。今、温暖化で永久凍土が溶解しているんです。永久凍土には未知のウイルスが存在しています。真剣に脱炭素を実現しないと地球はどうなってしまうのでしょうか。先生のおっしゃる通りですわ。うん、そうですよね、脱炭素ですね。なに、エネルギーなしで生活はできるか。リュウだ。いえ、脱炭素です。生活優先、脱炭素です。バラゾールです。ああ、そうだったな。お、これはいい、いいな。どうぞ、岩渕様。ほう、どうかなさいました。ほう、お水が違うのです。山の奥まで行って汲んでまいります。そうか、心地よい。ありがとうございます。ここのお水はいついただいても美味しいのです。うん、縄文杉のエネルギーがいっぱいですからです。縄文杉って、この水は縄文時代からあるのか。気に入ってくださってよかった。やれやれ、ヒヤヒヤしたぞ。おかみさん、話は変わりますが、先ほどの売却同士、ぜひともサインをしてください。お願いします。中澤主任、話を戻すな。売却同意書って何だ。何のことです。お客様の前で申し訳ございません。この癒しの江戸に来られるお客様にはどなた様からもお悩みをお話しいただいております。話すことで心が軽くなると喜んでくださいます。お上の方からも皆様に秘密を打ち明けて、この癒しろの大切なひとときを過ごしていただきたいと心がけております。おかみさん、本当にごめんなさい。では夕食のご用意をいたしましょう。はるみさん。はい。ああ、ごちそうさま。
部屋の中に火薬がつってあったんですが、あれは何ですか？枕。野生の大技でありました。体と心を清める効果があるのです。体と心を清めるんですか？だからよく眠れたんだ。おかみさんのご配慮だそうですよ。そうなんですね。おはようございます。中澤様、はい、お待たせいたしました。この売却同意書にサインいたしました。売却同意書サインしたとは。中澤主任、どういうことですか？交換条件に晴美さんの終身雇用をお約束しました。終身雇用？はるみさんにはいつまでも元気で働いていてほしいと願っています。この旅館も今が精一杯のありさまですから、いずれは。おかみさん、口を挟むことではありませんが、なんとかなりませんか？この土地はどうか考え直してください。何が大切かを。おかみさん、そうじゃ静か、振ってはならんぞ。なあ皆さん聞いてください。ゆうべ部屋に戻ったら水仙の花が飾ってありました。私の好きな花です。毎年来るたびにちゃんと覚えていて、飾ってくださるおかみさんの心遣いに本当に癒されるのです。まあ、私はアフリカの砂漠地帯で働くうち、水がいかに大切かを痛いほど知りました。ここに帰ると自然があって、湧き水に命が宿っているのを目の当たりにすることができます。それは命を守れる人がいるからなんです。命を大切にできる人がいるからなんです。智子さん、いいことを言う。主任さん、お金を稼いで利益を追求するやり方では、ここにある大切なものは決して守れません。地球は全体で調和しているんです。もうこれ以上この調和を壊さないでほしいんです。そうです、この豊かな自然を人間の手で作ることは不可能です。どうかこれ以上自然を破壊するのはやめてください。縄文杉から湧き出る水は数多くの命が協力し合って初めてプラズマイオン水になるのです。水は生命全体からの恵みなのです。確かに水がうまいな。お客様、昨日飲んだお茶が美味しかった。あんなに心が落ち着いたのは初めてだ。嬉しいです。それに不思議なくらいよく眠れました。ありがとうございます。主任さん、はい、この島の発電量はどれぐらいだろう？水力発電が3基あります。5万キロワットです。リゾートと電力はどうするつもりだ？5万じゃ足りん。だとすれば海底ケーブルで高圧を送電し、森の中に高圧の鉄塔を建設するつもりですか？まさか。鉄塔は予定されています。自然の森を切り開くのですか？高圧送電は生態系に影響を及ぼすわ。さあどうする、主任さん。さあどうする、どうするんだ。それは、再生可能エネルギーを考えましょう。もういい。おかみさん、はい、私は海外勤務が長かった。だから妻と旅行した記憶がないのです。一度も奥様とご一緒には？ええ、私の定年退職後には夫婦で旅行したいと
が書いたリストがここにあります。この宿のことが書かれています。20万です。光栄ですわ。では奥様をお連れなさればよろしいのに。ねえ、そうです、奥様もかわいそうですよ。妻は去年亡くなりました。亡くなったのです。だからこのノートと一緒にここへ来たのです。そうだったんですね。ノートと一緒にここへ。あ、奥様貝殻のイヤリングをつけておられませんでしたか。ああ、つけていますが。ご主人がサハリンに出張なさっていると話してくださいました。そのお客様とても嬉しそうにご主人のこと、お仕事のことをお話しくださいました。ああ、海釣りがしてみたいと、ほら、おっしゃられてたお方ですよ。丸っこいお顔のとても気さくな方でしたわ。ありがとう。妻がどうしてここを気に入ったのか、今は分かりました。癒しろの宿に、癒しろの宿に来て、読ませてください。癒しろの宿に来て、本当に大切なのは何か、それに気づかされました。私たちとこの自然は別のものじゃない。みんな一つの命を共有している命そのものなんだと素肌を通して感じました。自然と一体になれるここはまるで雨土の別れし始めに戻ってきたようです。ああ、あなたと一緒に痛かったなぁ。すまん、すまなかった。おかみさん、はい、考え直してほしい。自然を壊してリゾートエリアを作るなど馬鹿げている。守るべきはこの宿だ、大自然だ。よくぞ申した。おかみさん、私からもお願いします。でも市民さん、お願い。ああ、その同意書返してください。ダメですよ。逃がすなよ。逃がしません。そんな無茶な。いや、待って、待ってください。私たちは間違った発展をしてきたのではないでしょうか。何、間違った。発展とは何でしょう。専務、小学校に入った時から人に勝つことが正しいと教えられ、クラスの中で勝ち抜いていくことで褒められる教育を受けて育ちました。それ根本的に間違った教育だったのではないでしょうか。私たちはみんなで一つの全体なのに、誰も勝ち負けで幸せになれるはずないのに、みんなで一つの命だと分かっていたら、私たちは競争し合い奪い合ってお互いを苦しめ合うことなんてなかったはずです。そうじゃ、その通りじゃ。中澤主任、出してください。どうするんですか。
たちの方でした。うん、見直した。おかみさん、はい、勝手に破ってしまってごめんなさい。いいえ、ありがとうございます。できることなら私もこの家城の宿を守っていきたいのです。ここに住んでいる小鳥やたくさんの生き物たちに囲まれて暮らせることが幸せなのです。ワンダホー。おかみさん、その通りです。やれやれですよ。よかった。智子さん、あなたが頑張っていらっしゃるジャトロファーの研究応援いたします。新しいエネルギーに期待いたしましょう。ありがとうございます。確かにそうだ。我々は競争社会の中で人に打ち勝つことばかり考えてきた。地球のことだと考えもしなかった。そうじゃないか、主任さん。岩渕さん、私も勝ち抜いて生きてきました。しかし、みんなで一つの命だと分かった今。そうだ、叱ってくれ、このバカ野郎。はい。我々人間は自然を犠牲にして訓練する大バカ野郎だ。そうだ、大バカ野郎だ。この大バカ野郎。人類は一からやり直す時が来たようだ。そうです。雨土の別れし始めに戻って。雨土の、はい、雨土の別れし始めに戻って、やり直すんだ。新しい世界を作る時ですね。はい。博士。よし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 。私たちの生活は地球という生命場の中で成り立っているのです。どうか地球に愛を、命であることに感謝を。